成地区は、ロシア連邦に属するカバルダ・バルカル共和国の首都。人口は30万700人。エルブルス山営の玄関口として観光業も盛ん。療養施設なども多い。大高カサス山脈の北陸に位置し、成地区側に臨む。成地区は、ロシア帝国のカフカス進出の拠点として1818 18年に建設された。 ソビエト連邦成立後の1921年に都市として登録され、ロシアソビエト連邦社会主義共和国内のカワルダ・バルカル自治州の州都となった。同自治州は1936年にカワルダ・バルカル自治共和国となり、成地区は引き続き同地域の行政中心地となった。第二次世界大戦中の1942年10月28日には、 ナチスドイツのブラウ作戦により、ドイツ国防軍とルーマニア軍によって占領されたが、翌1943年1月3日にソ連軍により脱海された。1991年にソビエト連邦が崩壊すると、ナリ地区はロシア連邦の構成単位であるカバルダバルカル共和国の首都となった。1990年代のチェチェン紛争の結果、 多くのチェチェン人難民が流入した。2005年1月末には、ナリチク市内の住宅に立てこもったイスラム武装勢力が治安部隊によって殺害された。ロシアサッカープレミアリーグ所属のサッカークラブ、スパルタクナリチクが本拠地を置いている。ありがとうございます。